ベトナムのベトナムフードインダストリー、リーフォン、ワンザー、ブンボーフエ。米粉のノンフライ麺に粉末スープとレトルトの牛肉、カラクがついています。麺は 1.5 ミリの細い角断麺で、輪郭ははっきりしています。適度な粘りとコシがあるので、頼りなさは感じません。そうめんの麺の粒子を細かくして緻密にしたような感じです。味や香りでの自己主張はせず、スープや具を仕立てるような麺です。スープは濁り感がある茶色で、牛肉をじっくり煮込んだような香りがします。わずかにコンビーフのような匂いもします。粉末スープは脇役で、主体はレトルト牛肉の煮汁です。しっとりしていて奥が深く、隙間がありません。適度な辛さと酸味があります。牛肉は柔らかく、小指の先程度のものが3個入っており、とてもありがたみがあります。ニンニクのかけらも効果的です。このシリーズはレトルトの具が魅力的で、外れがありません。ベトナム旅行のお土産にいいと思います。みんな大好きトントン。